かなんですか。今日はふんわり冬メイクをやっていこうと思います。イエーイ。ネオがやりつつ、ゆんちゃんもやりつつみたいな感じで、今日ゆんちゃんがメイクをやってくれるということなので、はい、解説をしながらやっていこうと思います。ほとんどネオちゃんにやってもらいたいです。頑張る頑張る。OK。 それでは早速やっていきましょう。ゆんちゃんがメイクを落としてくれたということで、じゃあまず下地はアンブリオリスのモイスチャークリーム1500円、保湿クリームですね。冬は結構乾燥しやすいので、うん、保湿力の高いこういうクリームをまず使うのがいいらしいです。乳液の代わりにも使えるらしい。これ下地とも保湿がもう抜群なやつ。これをなんか5点に置いてやります。1、2、3、4、5。いい匂いする。なんでこれ、めっちゃいい匂い。本当だ。あー、なんかね、お花みたいなね。フランス製だって。フランスの香りだから。プラザに売ってるらしいです。確かに売ってそう。うん、おしゃれ。おうち型の、おうち型これを使ってポルルってしていきます。プルル。巻き舌がすごい。できるようになったんだよ、去年。ずっと巻き舌になりたくて。おめでとう。ありがとう。なんか練習したら肘が開けた瞬間にできるようになって。すごいじゃん。おー、保湿されてる感ありますか。されてる。これで下地は完成です。はい。次コンシーラー使っていきます。ランのストレッチコンシーラーの20番、600円ですね。安っ。固形よりもこういう感じでリキッドのタイプのコンシーラーの方が乾燥しにくいらしいです。確かに気になるところに乗せてもらって。クマとかね、あなたが飼ってる。そう、私クマ飼ってるんだね。クマにポンポンポンと。どうですか、クマの調子は。日々ね、成長しております。冬は保湿命なんで。でもじゃあ冬になるんで、リキッドタイプのコンシーラー使おうと思います。今何使ってるの。あの資生堂の。あー、最近ね、あれね、めっちゃ乾燥するから変えた。あ、そうなんだ。リキッドにしました。夜も資生堂のスポーツカバーファンデーションを使っている皆さん、ネモなんですけど、買い時です。そう、買い時です。これでコンシーラーは完成です。イエイ。そしたら次ファンデーションなんですけど、サザンヌの UV ファンデーション EX プレミアム EX2 ライトオークル、800円です。こんな感じになってます。こんな感じ。立体感のあるマット肌が今トレンドらしいです。でパウダーファンデーションを使うことでふんわりしたメイクになるらしい。100均の筆を使ってやっていきます。はい、はい、できました。ファンデーションこっちにもついてるんですけど、あのパフがふんわりしたいなと思ったのでブラシを使いました。へい、はい、はい、ハイライトかな次。わ、すごいすごい綺麗。キャンメイクのハイライターの05番。ラメラメがいい感じで、顎にぴょんぴょんぴょん。で、ハイライトのせました。今、はい、ハイライトをのせることによってね、多分ツヤが出るから。あ、そうだ、冬にはとてもいいと思います。これでベースは完成だと思います。そしたら次にアイブロウをやっていきます。アイブロウ、 おなじみの。確かに、こちらケイトのデザイニングアイブロウ 3DX の4番、1100円。ハンサム眉っていうのが今流行ってるらしくて、ハンサム、自然な太眉がトレンドらしいので、気持ち太眉をやっていこう。上と下の色を混ぜてやっていきます。え、やだ、眉描けない。人のマジやばい。しかも太めを意識するっていうね。とりあえず一回眉毛いつも通りこうやっていきます。もうね、ゆんちゃん眉毛ふさふさだから。そう、眉毛あるんですよね。いいの欲しい。とりあえず今ゆんちゃんのいつもの眉毛の上で軽くポンポンと乗せたんですけど、私がこのお筆に切り替えて真ん中の色を取って太眉を作っていく。気持ちパウダーで太眉にしたよって感じですね。 そしたら次にマイマスカラをやっていきます。ヘビーローテーションカラーリングアイブロウ800円。ネオも使ってる。ちなみにさっきのね、ケイトもね、うちら使ってるもんね。使ってる。はい、これで眉毛は完成しました。チークやっていきます。チェザンヌのナチュラルチーク N の01番、360円。
伝わりにくいかな、わかんない。可愛いね、めっちゃ色ね、可愛い。結構あのラメラメが入ってるので、さっきゆんちゃんが言ったあのツヤ感がめっちゃ出ます。はい、今チーク終わったので次にアイシャドウをやっていきます。ヘアメイクのパーフェクトマルチアイズの01番。アイメイクも肌と同じく今マットがトレンドらしいんで、まずこの上の肌色みたいなこの色をアイホール全体に塗っていきます。はい、今この色をアイホール全体に塗りました、はい、そしたらこの下の段のこの色を下幅よりちょっと広めに塗っていきます。最後にこの下の段のこの色を下幅に塗っていきます。はい、アイシャドウ完成しました。茶色いグラデーションを意識して作りました。おー、綺麗。いい感じ、感じ。よしよし。そしたら次アイライン、あ、アイラインか。あー、いやもうできないよそれは。ネオも使ってるんですけど、ラブライナーリキッドダークブラウン1600円。こんな感じのダークブラウンですごい目に馴染む感じのアイラインなんですけど、このラインを引き終わった後にさっき使ったこのキャンメイクのアイシャドウでまだ使ってないこの一番濃い黒があるんですけど、これをもう一回上からやってふわりした感じのラインを使っていきたいです。じゃ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 。目を結構濃く引いてるんですけど、まつげの間を埋めるぐらいでいいらしいのでやっていきます。ごめんね、目に入ったら。怖いよ。いいよ。怖い。目つぶればいい。ドキドキするね。まだ使ってないこの暗いやつを使ってぼかしていきます。ぼかすを意識してふわり乗せていきます。ふわりがポイントですからね、はい、今回は。はい、ぼかしました。これでライン完成です。イエーイ。マスカラやっていきます。あ、これはあかりんさんがおすすめしたやつね。ドゥルーン、ヒロインメイクのロング&カールマスカラスーパーダブル P 1000円。じゃあマスカラやっていくんですけど、ビューラー、このビューラーすごくない？見て指がねフィットするんですよ。ユンは感動して、もう絶対紹介しようって思って。そうそう、紹介するっつって。ビューラーは自分に合ったビューラーを探すのが一番ですよ。できました、ありがとうございます。マスカラやっていきます。はい、下向いててもらってもいいですか？目だけだよ。目だけか。で、一回乾かしてもらって、もう一回ビューラーをすると持ちがいいと思います。そうなの？うん、すごい。まだまつげも上がるんですよ。乾かしてみようかな。本当なんでしょうか。おー、思ってる。ちょっと思った。最後です、リップやっていきます。リップは2個使うんですけど、まず皆さんおなじみキャンメイクの低温バンブルージュの T01 番、赤みのオレンジみたいな、あ、こんな感じの色です。人参みたい、茹でた人参みたいな感じの色。もっと上がりにくいよ。この塗るのってなんか急に真顔になるのやめて。やっぱ集中しなきゃいけないから、こういうの。わぁ、ちょうど塗る。ちょうど塗ろうか。どうですか？色はすごい薄付きでナチュラルです。ほうほうほう。やっぱね、ステイオンバームルージュのいいところはしっかりね、時間が経っても残ってくれるのに保湿力がすごい。それはある。うん。いつからそっちに行ったんだろう、ゆんちゃん。じゃあ次、もう一個使います。キャンメイクのリップティントジャム、お、04番、650円。こんな感じの色なんですけど、これからポンポンポンと塗ってもらってもいいですか？ボルドーやバーガンディなどの深みのある赤が今トレンドらしいです。へー、あ、なんかすごい、すごい。できました。はい、これでふんわり冬メイク完成しました。イエーイ。結構本当になんか、うん、保湿とかなんかマットとかツヤ感とか髪のある赤とか結構入れたので冬っぽくなったんではないでしょうか。あ、全然違うよ。全然違う、うん、大人っぽいふんわり冬メイクみたいな感じの。モテますか？
モテると、あのあれだね、セクシー担当みたいな感じ。今本当にフェロモン出ちゃってる。あ、もう困っちゃう、もうそんなんもうフェロモン出まくってるすごいね、潤ってる。女子はね、保湿が大事なので気使ってメイクをやっていこうと思いますね。もう皆さんもぜひやってみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。はい、今日の企画はですね、ローソンで1万円使い切るまで買える